アルテンシュタットは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村であり、アルテンシュタット行政共同体の本部所在地である。アルテンシュタットは、プファフェン・ビンケル地方オーバーラントに位置する。この町は、公式には2つの地区からなる。アルテンシュタットは、かつては、ショーンガウと呼ばれていた。13世紀に、住民の大部分が、 わずか数キロメートル離れたレヒカー沿いのレヒウムラウムベルクに入植地を作って移住した。この際に町の名前も新しい入植地に移された。それまでの古い定住地は旧ショーンガウシという意味で単にアルテンシュタットと呼ばれた。アルテンシュタットはクラウリア・アウグスタ街道とケンプテンからザルツブルクに至る塩街道という二つの 重要なローマ街道が交わる地点に当たっていた。12世紀中頃にブルクラハにベルフェンケレヒライナー家系の城が築かれた。この城は現存しない。アルテンシュタットはバイエルン選定綱領,領のミュンヘン海計局及びショーンガウ地方裁判所に属した。第二次世界大戦終戦後、アルテンシュタットはアメリカの管理地区に属した。アメリカ軍は 旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放築された人々を収容するための DP キャンプを設けた。その多くはポーランドから避難した人々であった。このキャンプはアンラによって運営され、1950年に役目を終えて閉鎖された。セイミヒアエル・バシリカ教会重要な建築は、 中世の壁画の断片や多くのロマネスク様式の彫刻が残るロマネスク建築のセミミャイル・バシリカ教会である。このバシリカ教会は古いロマネスク様式を保持しているが、これは多くの住民が移住した後贅沢な改築を行う資金がなかったためである。1965年にこの教会は教皇から小バシリカの称号を授けられた。 内装では以下のものが注目に値する。アルテンシュタットにはフランツ・ヨーゼフ・シュトラウス兵衛がある。ここには連邦陸軍の空挺、空輸学校、スポーツ振興団がある。ありがとうございます。